皆さんこんにちは、かおるです。今回は運気アップ秋のフラワーアレンジメントをお送りします。今年の風水の色は、白と黄色なんですけれども、今日は、白と黄色のお花をメインに使ったアレンジをお送りしたいと思います。前回私は、市販お花の師範を持っていると、お話ししたんですけれども、目が見えないのにそんなね、あの師範なんて取れるはずがないって思っている方がたくさんいらっしゃると思うので、先日押し入れの中を掃除していたら、じゃーん出てきたんですよ。ほらね、ちゃんと師範の免許取ったんですよね。看板です。よいしょ。驚きますよね。ね、それでは、始めたいと思いますが、その前に今日はお花の紹介を、させてもらいます。それではこれはトルコキキョウです。白と黄色で、刺してみたいと思います。そしてあれ、これとこれがカーネーションだっけ。待って、ガーベラと、あ、これはガーベラと一緒になっちゃったかな。一緒になっちゃった。じゃあガーベラとカーネーションです。はい、はい、そしてこれが、あ、これこれでしたっけ。そう、変わったお花。それでこれちょっとね、あ、すみません、紹介するのに大変なんですけど、何でしたっけ。ドライアンドラフォルモーサ。ドライアンドラフォルモーサという、お花です、ね、知ってますか。私も今日初めてだったんですけれど、そしてこれはリューカデンドロ。リューカデンドロです。下噛んじゃいそうです。そしてこれはゴッドセフィアーナ。ゴッドセフィアーナという、葉っぱなんですけれども、あ、まだあったっけ。これはレザーファン。レザーファン、ひえー、もう本当にね、あの変わった名前ばかりなんですけれども、このお花さんたちを使って、フラワーアレンジ始めたいと思います。はい、それでは始め、よいしょっと。うわ、これは硬いんですよ。はい、ちょっと変わった名前のお花からいきます。とこの辺、はい、いきます。はい、いい、よいしょ。トルコキキョウを刺しました。このトルコキキョウ、高いよね。これを低くしちゃった方がいいのかな。いや、いいんじゃないか。それで刺していけば。これで刺してみようか。これでいいかね。うん。よし。高すぎない。うん、大丈夫です。バランスいいです。これもトルコキキョウ。うん。高すぎる。大丈夫です。
の方がいい、ね、かわいいね、いい、このぐらい素敵、左側が空いてる、綺麗か、いい、あそこかガーベラが入る、ね、ガーベラとね、カーネーションが綺麗、切っちゃうか、これガーベラでしたっけ、ガーベラで3つとも、はい、3本いいかな、うん、いっちゃうか、うん、よいしょよいしょ、はい、これカーネーションだった、素敵な鳥だった、このね、葉っぱがすごい素敵なのね、本当に素敵、ここでも、切れちゃってるかな、ここ行っちゃう、
はい、出来上がりました。運気アップの秋のフラワーアレンジメント、玄関に置いて、運気を上げていきたいと思います。この動画よかったらグッドで登録よろしくお願いいたします。カオルでした。